さあ始まりました。まあ、増田駅のどこでも行きますという YouTube なんですが、はい、特別編ということで、はい、好き勝手な時間 in 尾道。素晴らしいね。いいね、尾道。そうです。特別版をね、はい、皆さんに見ていただければなと思います。ね、久しぶりだよ、この感じ。ね、いつもは本当のね、はい、新宿か代々木のね、代々木にある、ライブハウスで、そう、しょっちゅうこうやってね、お酒イベントを飲みながら、皆さんに本当生でね、そう、本当にうちらが好き勝手に喋るっていうのを見てもらってるんですけど、はい、まあね、今年入ってまだ一回もできてなくて。そうなんだよ。そう、っていうので、まあなんかできたらいいかな、何ができるかなって話してて、うん、まあ、今回こう、尾道に行く機会ができまして、うん、そうなの。まあその中でね、こうちょっとちらっとこう喋、まあちょっと短いですけど、いつもよりはるかに、うん。はい。でも、まあこれで見てもらって、うん、で、今まで知ってたけど、うん、行ったことない人とか。まあそうね。そう、とか、うん、今回初めてこう我々を知って、うん、で、あ、そういうのもやってるんだっていうので、どんなんだこいつらみたいな、そうっていうので、まあこんな感じで喋ってますよっていうのをちょっとお試し動画的な感じで、はいはい、お話をしていこうかなと思うんですけど、はい、まず乾杯するか。そうあの、ね、うちら今ですね、そうお風呂に入って、でこれあれです、ホテルのベラビスタさんの、はい、かっこいいですね、ホテルに部屋着みたいな、そう館内着、サムエなんですけど、そう、そのすごいかっこいい、デニムで全部できてて、これがまた見てるのかな、めちゃくちゃいい、ね、これ欲しいんだけど、これ売ってないんですけど、これを着て、ちょっと温泉に入って、今岩盤浴2回戦やって、はい、2回戦やってダックダックに汗かいてるんで、はい、早く飲みたい、すいません、いやもう、とりあえず、乾杯、ちっちゃい、なんか ASMR でこの音取ってほしいゴクゴクっていう、あこれは私たちにとってはほぼ一気用ですね。ね、もう半分ぐらいないわ。ああ、美味しい。美味しい。岩盤浴やったのこのビール美味しい。いやだってもう染みるでしょこれは。染みる。うん、水分がだだだだだ。めちゃくちゃだってる。だだ。すごい汗かいてるね。もうやばい、だって二人で顔見ながらお互いの顔。もうなんてなんかあの水しぶき浴びたぐらいの顔してたよね。びっしゃびしゃになってて。いやー快適だった、ね、寝た後の涼しさよ。そうなんですよ、でも足先まで、うん、もっとポッカポカで、冷え性の私からすると思います、すっごい気持ちいい、大事大事、肌もツルツルになりました、おかげで最高です。で、うん、今さっきはね入ってないけど、今日、うん、昨日夜寝るときに部屋のお風呂入って、うん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 、すげえと思ったの。シャンプーすごいよ。シャンプーまだ使ってないよ部屋に。嘘でしょ。だって私あのお風呂の方で。お風呂も多分一緒だよ。一緒なの？あれ違う？違うかな？匂いが全然違うもん。マジで。うん、じゃあ今日部屋のねお風呂入ってすごいよ。あの、うん、香水を本当に頭からこう頭から香水をかぶる。かぶってる感じ。わあ。で、もうドライヤーしてるじゃん、うん、で、こうわーって、わーってやって終わるともう香水のなんか部屋みたいになってる、ふわーってやばいね、めちゃくちゃいい匂いする、めちゃくちゃやばい匂い、やばい、本当に女子テンション上がりまくりの、アメニティが半端じゃない。おー、アメニティって女子好きだからね。そう、で、ブラシがさ、くしとかじゃなくてさ、ちゃんとしたさ、それ思った、いいブラシで、そう、押すとこうちゃんとへこむやつ、へこむなんていうブラシなんて言ったら、そうだからこれ多分ね女子が言ったらこれ今分かってる、そうそう、分かる、分かる、分かるでしょ、うん、そうです、そうっていうのもあって、うん、うブラシまですごいこだわってるっていうのが、うん、ごちそうさまでした、早いよ、ね、まだあと15分20分は喋るよこの感じ、なーって、えビールビールがあるビールがあるビールがあるビールがあ る, ちょっとちょっと具体的言ったらこれ放送事故でしょ、もうね、生粋のお酒好きということは今バレたと思いますけれども、この実際のライブハウスの好き勝手な時間はずっと飲んでます、とりあえず乾杯から始まって、ね、ビールになったり、シャンパンになったり、いい音したね、あなんか素敵なグラス持ってきたし、またいいね、あ、せんぬきちゃんが、あ、せんぬきがない出遅れております、こんな感じでもっとペロペロになりながら
すごいテンションでやってる時もあり、立ったり座ったりも、あと、なんだろう、急に好きなことをやり始め、喋るだけじゃなくて、私これやりたいみたいなので、急にやり始める、そして片方を巻き込むという、こともやってて、ね。素晴らしい。はい、あ、いいよ、手作りを。私は親子ともども日本手作協会入ってるから。今日はね。いい音ですね。ありがとうございます。好き勝手。ああ、ええ。ああ、全然ね、この晩ご飯前なんですけどね。そうですよ。なんでね、で、岩盤浴、あとでしょ？あとで。しみるわな。これ欲しい。これ入れちゃうわ。いっちゃおう。いっちゃいましょう。はい。はい、ということで、話を。改めて。改めて、乾杯。乾杯。よし。うん。何の話だっけ？そう。はい。まあ、短いですけど。うん。まあ、ちょっとさっき岩盤浴入ってる時にね、うん、何話そうかなって考えてて、えらいね、そう、えらいでしょ、えらい、大人になったでしょ、バカにされた気分だな、マスターさんが大人になった。でトークテーマをねちゃんと決めて、はい、えらい、話した方がいいなと思って、そう、ね、今回はいつもはもう、だからね、そう、いつもはさ思い出したことパッパパッパしゃべる感じだったけど、まあまあ、そうね、今回はちょっとトークテーマ決めて、はい、お話していこうかなと思って、はい、まあ、今回の特定は旅です。旅で今までの旅なのか、今回今2日目の今夜になって、うん、これこう良かった面白かったとか、うんうん、旅ありすぎてもうどこから話したのか、今後ここ行きたいとかでもいいし、なるほど、いろいろ旅について話そうかなと、ロケでもいいし、こういうロケ行ったとか。あ、そうだね、それはね、多分うちら足したらものすごい量出てくるよね、ね、うん、でも海外少ないよね。海外は私はグラビアしたときはずっと海外だった。え、マジかよ。うん、一回だけ静岡ありました。え、それ以外ずっと海外。あ、沖縄もあったけど、でもバリー、セブ、サイパン、マジで、タイ、セブ、え、グラビアで、うん、あれ、時代違うのかなあれ多分同じ世代だったと思う。同じタイミングで DV 出したりして、むしろ先輩でございますよね。はい、はい、私セブ3回行ったもん。あ、セブじゃない、バリー3回行った。マジで、うん、サイパンとバリー1回ずつ。あら、あと茨城とか。あ、やっぱ分かった、そっちの方が似合うんじゃないほら、あの実は私たち、あのなんていうの、私アッパー系じゃん。どっちかっていうと、はいはい、あの海外テンションで行けてしまう人間、ね、太陽の下では、そんなにウィーウィーではないけど、どっちかって言ったらそっちが、そうだね、どっちかっていうと畳系だから。そうだね、畳、うん、畳廃墟。そうちょっと一個間違えたらお化け出るからいやでも海外行っても、私結局太陽の下じゃなくて、やっぱ日陰みたいな、木陰か夕日。うちなんかちょっとね、湿度が高めのとこ多いのよ。あ、そうだろうね。なんかそんな感じする。その感じ。あの、しっとり。しっとり、暗め。うん。なんかこの、間接照明的なものが多い。ああ。結局、海外行ったとて、うん、ほぼベッドとかなのよ。あ、そう。だから、行く意味ないのよ。その差ですね。そう。私はもう、だって結構、海で、ウェーイみたいな、こう。岩だけどね。岩とか洞窟とか、そういうのが出てきて、こうね、なってる感じね。うち映画祭は一応海外行ってますから。それ羨ましいよね。スイスとニューヨーク、海外ね。うち4カ国、あ、だとハワイだ、うん、写真集で。ああ、はあ、こんだけしかうち行ったことない。いや、映画祭で海外行けてるのは本当羨ましい。いや、楽しかったよ、ね、幸せだったね。それはちょっと目標です。この国内は、国内はダントツ行ってるのは沖縄。沖縄だな。ちょっとちっちゃい頃から入れたら10行ってると思う、うん、あ、そう、うん、10回以上は行ってる。私でも、東京と、東京、東京、東京、まあ、関東を抜いて、うん、一番どこ行ってるって意外と長野、福島、ほんほんかもしれない。へー、そうなんだ。意外と東北行ったことないの。行ったことない。ない。で、北海道、あ、そうか、北海道まで行っちゃうのね。行っちゃうのか。そう、私逆だ、北海道行ったことない。で、怒られるかもしれないけど、栃木とかまでしか行ったことないから。あ、そう、栃木とか群馬まで行ったかなぐらい。あ、そう、
それも結構関東近辺、そう関東ですねすぐ行けちゃう。東北に行ったことないの、うん、うん、行ってみたくて、なんか何度か機会はあったの、なんか映画のロケで新潟をおるロケですみたいな、うんうん、うわーと思ってテンション上がるわと思って、私だけ東京とかえみたいなその経験は私もあるけど、え、なんでっていうそうだよね、しかない。でも行ったことないから行きたい。せや、絶対好きだと思うし、意外東北の方が似合いそうな感じは、多分すごい合うと思う、ね、で自分でも思う。そうだよね、そう、九州もね、ないよ、そんなの。あの、修学旅行とかで行ったぐらい。そうか、鹿児島は一番結構九州の中で行ってるかな。屋久島ね。え、私ある九州。あ、鹿児島でしょ。鹿児島、鹿児島はある。鹿児島ある。鹿児島あるよ。あの、パチンコの番組で行ったり。あと、普通にだって修学旅行で九州は。うん。なんだかわかんないけど、福岡以外の九州を回るっていう旅だったの。ちょっとだいぶコアな感じ。なんか多分福岡行くと遊ぶから、あ、そういうこと、連れてってくれなかった。そういうこと。福岡行ったことないのよ。ああ、そっか。行きたいのよ、福岡。それも行きたいね。避けられると行きたくなる。それ以外の県は行ったの、大体。ダメと言われると行きたくなるよね。行きたい。行きたいね。そう。